はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？似顔絵講師の似顔絵花です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日もですね、皆様に似顔絵の解説ですね、コツやポイントをお伝えしていきたいと思います。ぜひとも見ていってください。はい、ということで今日はですね、この方を描いてきましたということでね。はい、西野明宏さん描いてきました。ね、結論から言いますと仕上がった絵は、こんな風になっておりますということですね。今回は手を込んでですね、時間をかけてですね、ちょっとクオリティできるだけ高めで描かせていただきましたということですね。はい、でなんで今回西野明宏さん描いたというかと言いますと、私似顔絵花、似顔絵オンラインスクール開講してありますけども、こちらね、卒業生や、まあ受講生の方でやってるね、限定の Facebook ページあるんですね。はい、こちらで毎月スキルアップのためにあのコンテスト、グランプリ、似顔絵グランプリというのをやってまして、そちらの今回のお題が尊敬する有名人ということで、やらせてもらいまして、今回私が尊敬するね、西野明宏さん描かせていただきましたということなんですね。はい、まあ、簡単に説明するとですね、以前はお笑い芸人からですね、絵本作家に突如なりました。この時点で皆さん、ってなりましたよね。はい、まあ、そんな中ですね、いろんなことにチャレンジされてですね、今では国内最大のオンラインサロンを運営されたりですね、もう映画化とかもね、されてるというね、もう実業家ね、ということでですね、本当にいろんなことにチャレンジされる、そして計画性があるとかですね、そんな姿に本当に僕もね、刺激を受けまして、感銘を受けまして、今回尊敬する人のという有名人ということで書かせていただいたということですね。はい、ということで、この動画ですね、この後倍速で、この作画動画流しますけれども、それの解説を私、入れさせていただきながらですね、皆様にこの後見ていただければと思います。はい、ではもうね、見ていただければと思います。こんな感じで仕上がってますということで、ぜひ解説見ていてください。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということでまずペン入れから始まるんですね。ペン入れ、この輪郭はちょっとシュッとね、させました。そして耳がこうポイントです。で、この髪型ですね、いろんな方向に髪の毛の流れが来てるということですね。はい、一本一本なるべく長いストロークで、丁寧な線で仕上げていきます。これは早描きと違ってですね、多分2時間ぐらいかかってるかと思いますけどもね。はい、で目を描きますと、これもね、右利きの方左から描いて右の目を描くとね、鼻も左側から右に描いてます。口もそうですね、右利きの方は左からやっていただくと、バランス取りやすいですよということでやらせてもらってます。これはオンラインスクールでもね、お伝えさせてもらってるんですけどね。はい、そして、この西野明宏さんが今回ですね、この絵画になってしまっているという設定で描かせてもらっております。絵の世界に西野さんが入り込んでいるということですね。はい、そして、ここ今ですね、逆にですね、もう映画の世界、この絵本の世界からこの主人公、ね、登場人物が飛び出てきていますよと。そして、作者のね、これからずっと語り継がれるであろうね、西野明宏さんをこうね、絵になった西野明宏さんをこう見てるというような、ちょっとね、イメージで描かせていただきました。はい、でこうちょっとね、賢いね、こんな、西野さんですので、こういったポーズ、腕を組んでですね、ちょっと実業家っぽく、ポージングで描かせていただきました。そして煙突町のプールということで煙突を描いております。これはあの映画のね、こちらの背景を参考にさせていただいています。煙突を描いてね、で背景はなるべくですね、人物が目立つようにちょっと細めの線で、インクがね、ちょっとかすれてきたかなっていうようなペンで描いてますということですね。はい、やっぱり、まあ、手前のこの人物を目立たせたいということなので、はい、でここから着色に入っていきます。今ダーマトグラフというね、油性の色鉛筆でハイライトを先に入れてしまっています。はい、まあ、これやると、これ今ね、水彩で塗るんですけど、油性のところが弾いてハイライトがこう浮かび上がってくるということなんですね。はい、で肌色を塗ります。これ肌色を最初塗る理由もちゃんとしっかりありますからね。肌色を、はい、最初に塗ってますと。で今度は血色をピンクで入れてますとね、血色は耳の上部が、強いですよということと、このほっぺのあたりですね、鼻やほっぺ、鼻筋、そして顎とかにも入れてます。その次は髪の毛、ひげですね、この黒ですね、黒一色だとちょっとあれなので、黒とちょっと焦げ茶ね、混ぜてます。これは、ホルベインのね、アーティストウォーターカラーですね、というのを使っておりますよということですね。はい、こんな感じで今ひげ塗りましたね。髪の毛もハイライト残ってます。それで服装今塗ってます。もう服は黒ですので、塗りましたと。はい、ちょっと色味が足りなければ重ね塗りとかですね、していただいてもいいかと思います。薄ければどんどん重ね塗りで濃くなりますのでね、この水彩はね。はい、そして今は背景を塗っておりますね。はい、背景もなるべくムラにならないように、水もね、なるべく含みながら、
かつ、まあ今度ね、背景はそんなに絵の具は含んでないですね。水は多めで、にじみを生かしてですね、背景は塗ってます。そして額縁の色はちょっとね、ゴージャスなこういう金縁のね、額縁にさせていただいておりますと。はい、そして今煙突町の世界観を書き込んでるわけです。まずは明るめの色から入れてます。明るめからだんだん濃い色を重ねていくと、この水彩は僕は、効率よくですね、効果的に塗れるんではないかなと思います。そして今だんだん暗めの色を落とし込んでいってるわけですけどもね、全体が明るいわけではないです。トーンをちょっと落としてます。そして今背景ですね、煙突町ね、ちょっと紫色も見え隠れしてますので入れてます。ネイビーも入れてますということで、はい、どんどん仕上がってきているかと思いますね。まあちょっとね、彩度の高いオレンジも見えるので、オレンジも入れておりますよということでですね、着色はですね、これ入っていくとどんどんですね、クオリティが上がってきます。額縁にもちょっとまた彩度を足してますけどね。はい、さあいかがでしょうか。こんな感じで今はね、登場人物を塗ってます。さあどうでしょうかね。こんな感じでだん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 今キャラクターも仕上がってきております。さあこう光が差し込んでるようなところを描いてますね。映画ではね、雲の向こうに何かがあるぞということでね、物語が進んでいくみたいなんですけどもね。はい、さあさあさあどんどん仕上がってきております。それで今はカラーコピックでどんどんですね、細部に影を入れたりですね、より立体感をつけております。このあたりは似顔絵花オンラインスクールではですね、細かくお伝えしておりますので、まあ最短期間で似顔絵習得したいなとかですね、いう方はですね、ぜひ似顔絵花オンラインレッスンの門を叩いていただければと思います。もう今受講生の方はね、もう続々とスキルアップされてですね、クオリティ高い似顔絵描けるようになってきてます。しかも短時間というのがね、味噌でございますと。はい、そして、どん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 このカラーコピックで、立体感をつけていくと、これぐらいですね、深みが出てくるんですね、絵の方に。はい、さあいかがでしょうか。これで最後ね、今締めを入れてるんですけどね。はい、やっぱり、濃いところと薄いところのメリハリがあるとですね、1枚の絵にこう深みが出たりですね、立体感が出たりですね、どんどん魅力的な絵になっていくと思いますのでね、ちゃんと光と影をね、描き分けていただくっていうのが大切なんではないかなと、そんな風に思います。はい、ということで、こんな風にですね、描いていただくということなんです。どんな風だということなんですけど、まあ、本当に似顔絵がですね、絶対描けるようになりたい、もうね、描けるようになって今後ですね、活動に生かしていきたい、周りの、ね、人を喜ばせたいとかですね、似顔絵ビジネスにしたいという方は、まあ、私のオンラインレッスンの方に、スクールの方にね、お越しいただくといいんじゃないかなと、皆様のね、お役に立てれば幸いでございます。はい、ということで、今回はこの西野明弘さんですね、こうちょっと手の込んだ、クオリティの高い、ハイクオリティなタッチで、描かせていただきました西野明弘さんでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こちらクオリティ高いバージョンですけど、いつものね、早書きタッチの方もありますけどもね、たまにはこんな絵もいいじゃないですか、もっとこんな絵見たいですよという方はですね、ぜひグッドボタンでお知らせください。はい、結構僕この絵も好きですからね、早書きも好きですけどね、こう時間かけてね、こだわって描くのもやっぱ楽しいですよね。はい、ということで、ぜひ皆さんも早書き、そしてじっくりね、スタジオワークね、いろんな描き方をやってスキルアップにつなげていただければと、そんな風に思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございましたね。次回は誰を描こうかなということでね、まだまだ似顔についての情報ね、ノウハウ発信していきます。ぜひまた今後もお見逃しないようにですね、見ていただければと思います。チャンネル登録もお願いいたします。それではまたお会いできればと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしもこの動画が気に入ってくださった方は、ぜひグッドボタンやコメントでお知らせください。また現在似顔絵花似顔絵オンラインスクールでは、3ヶ月集中マンツーマンプログラムのお申し込みを受け付けております。3ヶ月間集中して本気でトレーニングを行うことで、初心者の方でもプロレベルの似顔絵スキルが身につく、そんなプログラムとなっております。マンツーマンで学んで効率よく効果的にトレーニングがしたいという方は、似顔絵花似顔絵オンラインスクールで学んでいただければ、可愛い似顔絵はもちろん、そっくりとその方らしさを表現できるクオリティの高い似顔絵がお一人15分から20分で描けるようになります。こちらの詳細はこの動画の説明欄から、ぜひブログをご覧ください。それではまた次回の動画を楽しみにしていてくださいね。またお会いしましょう。さよなら。